こんにちは。主食はお米です。クリスマスタウンの捕獲が、ラストスパートのあと1日程度です。欲しいカードが捕獲できたでしょうか？私は 80% ぐらいは取れました。誘惑が効かないカードで、まず、剛腕サンタが1枚、ボディが偶然にも1枚、天使プリシラが1枚、マリアメリーが1枚、こんな感じでした。正直、あと1枚剛腕サンタが、欲しいところですが、多分無理でしょう。しょんぼり。誘惑がかかるカードで捕獲できたのは、ツリードリアード1枚、スノートルテ1枚、トナカイジュメル1枚、クリスマスチェリー1枚、マヒルサンタ2枚、クリスマスディアナが1枚、そして、圧巻のスノートルテ6枚でした。皆さんの成果は、どうだったでしょうか？あと、クリスマスディアナが1枚、マヒルサンタが2枚、そして、一度も出会っていない、クリスマスメジェドウ1枚、捕獲したいと考えていますが、正月の準備やらで難しいかもです。でも、金曜日のメンテ情報で、熱くなりました。成人式ペルセポネが捕獲できるとの、こと。このカードは古文スキルがすごく、優秀で、無条件スキル 30% アップになっています。合体の古文でもいいですし、特にクマッピーの古文として、ぜひ6枚手に入れたいと、欲張りなことを考えています。クリスマスが終わっても、まだまだ暑くなれますね。まだ、クマッピーを手に入れて、いない方は、最後の1日になるので、頑張って、手に入れてください。成人式ペルセポネ以外にも、ガーネット、ラピズラズリ、ペリドット、ミコガーネット、など、捕獲ができます。これらのカードはそれなりに使えます。私自身未だに運用しています。その他のカードとして振袖フォア、も捕獲可能ですが、正直使えません。覚醒ワンチャンって感じです。お正月に福袋ガチャの告知もありました。石が足りれば、こちらもアップしていく予定なので、ぜひ、また見ていただければと思います。それでは、良いお年を。